こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙私、癒しが欲しいの。はぁ、急にどうした？癒しが欲しいの。だからそれはわかったんだぜ。なんで癒しが欲しいんだ？どうせ霊夢のことだから、何か変なこと考えてるんだろうとしか思えんがな。魔理沙、ASMR って知ってる？オートノマスセンサリーメリディアンリスポンス。え？オートバックス？霊夢の方が ASMR を知らないんだぜ。はぁ、ASMR とはな、人が聴覚や視覚への刺激によって感じる、心地よい、脳がゾワゾワするといった反応感覚、なんだぜ。つまり、見て聞いて癒されたり、刺激を受けたりするってこと？まあ、そんなとこなんだぜ。ってことは、車好きにとってエンジン音や走行動画が ASMR になるってことにならない？多分にあるんだぜ。まあ、癒しになるかは人によるだろうがな。私それがやりたい。でもこのゆっくり S2000 チャンネルでそんなことどうやってやるつもりだ？マリサ？どうしよう。まったく霊夢は困ったさんなんだぜ。霊夢、自分で言ってたじゃないか。車好きにとって、エンジン音と走行動画が ASMR になるんじゃないかって。ああそっか、じゃあ S2000 の VTEC サウンドと走行動画を見てもらえば、みんなにも、私にも ASMR になるかもしれないってことか。そうかもしれないな。まあ、人によって感性はそれぞれだから。必ずしもそうなるとは言えんがな。そうね、でも逆に言うと ASMR になる可能性もあるってことよね。ああそうだ。じゃあ、やってみようよ。わかったんだぜ。それではゆっくり S2000 の ASMR。やってみよう。
森さ、これって ASMR？ さあ、どうかな？この動画を見てくれた人の意見を聞かないとなんとも言えないんだぜ。私は癒しじゃなくて刺激を受けたわ。最初は癒しが欲しいって言ってたのに。まあ、いいんじゃないか？よかったら意見を聞かせてね。あ、チャンネル登録もよろしくお願いします。